にちは、みろこです。今日は青山にやってきました。こちゃんとっても嬉しそうです。出かけようとしてもお祭り気分で行けばいい。今この時が大切だから。悪いこと起きても気持ちを切り替えれば人生は楽しくなるよ。嘘じゃないから。窮屈なプライドは捨てちゃえばいい。それだけで何でもできる。ああ身軽でいい。君と今この時が大切だから。もういい？服が濡れる服濡れる。はい、青山のお散歩を終えて、そろそろね10時になってファーマーズマーケットが開くので、ファーマーズマーケットの方に顔出しに行こうかなと思います。楽しみだね、ココちゃん。美味しいの売ってるかな。ココちゃんとミモザ、あんまりまだこれ咲いてないんだけど、ココちゃんミモザいいね。あまり興味なさそうだね。さあ着いた、ファーマーズマーケット。ココちゃんちょっと疲れた？疲れたかな。コーヒーある？ぜひ見ててくださいね。眼性疲労、ドライアイなど目でお悩みの方、貧血や冷え性でお困りの方、人間用やから。ワンちゃんにもこれ。え、ワンちゃんもありです。結構ワンちゃんにあげてる方とか猫ちゃんにあげてる方もいらっしゃって、そうなんですか。結構ね、白内障とかのワンちゃんにもう目の栄養という形で飲んでいただいてるお客様もいらっしゃって、毎月、はい、ご注文くださる方いらっしゃる。そうそう、目の病気に立て続けにちょっと右目左目ってなっちゃってたとこで、ね、はい。これは商品名は何なんですか？生絞りアロニアって言います。生絞りアロニア、はい、あとセミドライアロニアですね。あ、なるほど。見た目はブルージェリーにそっくりなんですけど、中だとポリフェノールが多すぎて、しかも鳥も吹き出すぐらい渋い果実なんですね。すごい、はい、それを、人間生食ちょっとしづらいので、薬とかサプリメントの原料になって使われてます。うちはそれを水とか砂糖とかも一切加えずに、製法のみで渋みを和らげて飲みやすくしているストレートジュースになるんですね。保存はどのくらい効くんですか？はい、一応ですね、開封したら冷蔵保管という形になるんですけれども、未開封だと1年半ぐらいありまして、開封したら、一応商品的にはお早めにお召し上がりくださいってお伝えは、はい、してはいるんですけれども、抗酸化力が非常に高いフルーツなので、自分で自分の体をしっかり守ってくれるので、1日に30ミリだけ、はい、いただきます。大さじ2杯いただきます。うわぁ、結構すごい。すっきりはしてると思うんですけど、甘さが全然ないので、すっきり。はい、甘いの嫌な方とかにも、ココちゃんにあげたいね。ペロって舐めれるかも。舐めさせてもいいですか？ココちゃん、ちょっと舐めたら？舐める？舐めるわ。舐めてるな。すごい舐めてる。美味しい。美味しいか。美味しいって。ほな、ちょっと食べようか。食べようかじゃない。じゃあ、お試し用一つ。500円？これ500円なの？これ500円？これだ。これのメレンゲの部分、試食いただきます。うん。ごちそうさまです。ありがとうございます。めっちゃレモンだね。めっちゃレモンだね。めっちゃレモン。レモンブランクリーム。これ。
買おうか、私今日誕生日だから。あ、そうなんですか。そう、私もありがとうございます。誕生日なので買ってもらいました。これも可愛いね、これちゃん、クンクンするね。あかん、開けられへん。おお、でかいね。めっちゃ美味しそう。誕生日ケーキですよ、それ。ありがとう。おお、すごい。モンブラン、おめでとう。ありがとう、いただきます。美味しい。めっちゃクリーム、めっちゃクリーム入ってる。よかった。おお、これちゃんも食べたい。ごめん。疲れたね。楽しかったね。できれば焼き芋欲しかったよ。